はい、こんにちは。備前チャンネルへようこそ。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。今回も、製薬機パラットで使える新しい薬剤の紹介をしたいと思います。今回が第3弾に、なります。3つの、薬剤を紹介していきたいと思います。こちらに書いてあります、ヨーバル UG、ヨーバルプライム、EV、ヨーバルパワー EV、それぞれ箱流剤っていう風な名称をついておりますけども、前々回第1弾で、ヨーバル箱流剤、それからヨーバルトップ箱流剤の、紹介を、させていただきましたけども、それに続く、新たなヨーバルという風な薬剤を含んだ、3つの薬剤の紹介をしていきたいと思います。こちらに書いてありますように、テトラニリプロールという、剤名で、銘柄がヨーバル、こちらの3つ全てに名付けられております。このヨーバルというのは前回でも紹介しました通り、初期害虫それから鳥目に効果を示す薬剤なんですが、全てこの3種類とも含まれております。それからイソチアニル、こちらはルーチンというふうな名称、こちらについての効果はイモチ病ですね。これもかなり、ちょっと前からある薬剤についても、これも全て、3つとも、成分として含まれております。違いがですね、この下の2つですね、1つは運化に効くピメトロジン、名称はチェスというふうな薬剤で売られている場合が多いと思いますけども、その剤が含んでいる商品だったり、それからモンガレ病に効果のあるペンフルフェン、銘柄としましてはエバーゴルというふうな薬剤で販売されていると思いますけども、この4種類の組み合わせでこの3つの商品展開をしているっていう風な違いについてちょっと説明したいと思います。まあ、ヨーバルについては前回説明しましたので割愛いたしますけども、今回はこのチェスですね、ピメトロジン運化にどういう風な効果があるかっていう風なことを話を少ししたいと思います。第2弾で紹介しましたブーン、ゼクテラとかですね、サキモリ箱流剤とかゼクサロンとかですね、そういった名称の薬剤も大変最近の抵抗性運化に対しては高い効果を示すんですけども、同じようにですね、このチェス、こちらについても同じような高い効果があるというふうなことで今回紹介いたしますけども、ダなんとかとかですね、アなんとか、それからプなんとかっていうふうな、こういった運化に今まで効果があるとされていたものについても抵抗性の運化に対してちょっと弱い、効果がちょっと弱くなってきてるっていうふうな、そういった話もあります。特にですね、そのチェスの紹介についてはこう3つの高い効果があるというふうにされておりまして、その運化がですねこう飛んできてこう稲の茎に止まるわけですけども、をこう90行動しだすと、その成分をですね体に取り入れることによって、その運化に効いてくるわけなんですけども、神経に作用してこう足を痙攣させて行動を阻害する。で、行動を阻害されるっていうことはこう茎にしっかり止まれないので90行動も阻害することができるというふうなこと、それからもう一つが産卵抑制ということで、次世代を残さないというふうな、そういう効果もあるそうです。次世代を残さないということは、運化の被害が大変大きくなるというふうな世代は第3世代というふうに言われております。要はその
稲刈りする直前に孵化したその世代が大体第3世代というふうに言われておりますけども、そのような世代を産んでいかないというふうな、そういった効果もあるそうです。まあ、雲などの液中に対しては影響がなく安全というふうに言われております。こちらのモンガレ病もですね、非常にこう悩ましい病気なわけですけども、その地域性も多様にありますので、必ずしも必要じゃない方については、この組み合わせの通りにですね、適切な薬剤を選んでいただければいいのかなというふうに思います。一つ一つ紹介していきたいと思います。このヨーバル UG というのはですね、まあ、カタログで言うとこちらになるわけなんですが、運化ぐったりということで、この運化の U ぐったりの G ということで、メーカーの方も紹介しておりますけども、こちらについては運化に効くこのチェスが入っているよというふうな、そういった分かりやすい紹介になります。で、このヨーバル UG ハコル油剤については、モンガレに効くフェンフルフェンは入っておりません。こちらの真ん中のですね、ヨーバルプライム EV 薬剤に対しては、運化がなくてモンガレ病のエバーゴルが入っている、そういった違いがあります。最後のヨーバルパワー EV ハコル油剤に関しては、ご覧の通り4つの項目すべて入っているフルスペックの薬剤になります。まあ、以上のことから、どういった性能それか違いがあるかというと、まあ、お分かりの通り、まあ、運化にあるのか、それからモンガレがあるのか ないのかというふうな違いで、運化に有効な場合ですと、もう九州をはじめとした西日本の地域、まあ、こちらのフルスペックもそうかもしれませんけども、まあ、フルスペックは運化も欲しくてモンガレも必要だよというふうな方で、真ん中の運化がない、まあ割と東日本寄りなんでしょうか。ただしモンガレ病は結構出ておりますので、そういった性能を求めるというふうな方が選ばれるといいんじゃないかなというふうに思います。このヨーバルについては、第1弾で紹介した時にヨーバルトップハコ流剤、その特徴の中で1箱あたり 75g までの散布が可能でした。そこでこの今回のこの3種類についてはどうなのかというふうな問い合わせがおそらく来ると思います。現在のところこちらの3種類ともにですね、箱あたりの処理枚数は 50g というふうに登録されております。しかし今後そのミッパ、ミツナエなどの高密度亜種に対しての今後登録の拡大というふうなところで期待されるところではありますけども、現在は 50g、こちらを守っていただきたいと思います。今回も新たな薬剤の紹介の第3弾ということでお送りしましたけども、いずれにしましてもこちらのパラットを使えるというふうなことで、こちらのご注文もお待ちしております。3月に入ってもうシーズン直前というふうになりますので、在庫がなくなる可能性もございます。お考えの方は早めにどうかパラットのご注文をいただけるようにお待ちしております。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。参考になったなと思われましたら、ぜひ高評価を、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。